驚きの廃業宣言です。底抜けに明るいキャラクターとして人気者となったタケノコ王が直売所をあと2年で閉店すると決めました。廃業に至る背景にはタケノコ農家を取り巻く深刻な事情があるようです。皆さん一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。派手なピンクの足袋に冬でもピンクのタンクトップ、テレビのバラエティ番組などでタケノコ王と呼ばれ全国的な人気者になった富士宮市のタケノコ農家、笠岡直弘さん。タケノコの魅力を誰よりも伝えてきた人物ですが、2年後の春を最後に経営する直売所笠岡タケノコ園を閉店すると決断しました。まだあと2年くらいやるでしょう。あと2年、来年さ、来年で。じゃあ大丈夫じゃない、はい、お会いできるから、ね、責任を果たしてやめようと思ってます。知らせを聞き、今日店を訪れた常連客がいました。毎年こちらに買いにいらっしゃってるんですか。はいはいはい、長年。寂しいですね、今日ね、静岡新聞でね、彼氏の顔を見たもんで、早速行こうかっていうことで、それで今日見えたんですよ。寂しいですね。ねえ、寂しい。笠岡さんは自らの店で様々な商品を販売、県内産のタケノコを熱く PR してきました。これが白子ですね。味っていうのはどんな味になるんですか。アクが少なくてタケノコの味が濃い。笠岡さんの収穫するタケノコはアクが少なく味が濃いのが特徴で、ミシュランの星付き料理店から注文が相次ぐほどの美味しさです。今日はご来店ありがとうございます。一生懸命作ったコロッケとメンチカツなどぜひ食べていってください。それなのになぜ閉店という重い決断に至ったのか。背景にあるのは自らの体調とタケノコ農家の抱える大きな課題です。どこのところがこうネックで今回あと2年で辞めるというような決断をされたんですか。まあ、足が悪いっていうのももちろんなんですけど、子供にバトンタッチできない、収入が少ないんで雇えないんですよ子供を。日本一の味を求めて年間300日は山に入る笠岡さんですが、若い頃に酷使した右足の状態が思わしくなく、タケノコ農家を続けるのは難しくなっていました。コロナよりも今年の物価高の方が影響ありますね。さらに近年の物価高が高値で取引されてきた笠岡さんのタケノコには逆風に、子供に後を継いでもらうほどの収入が確保できないと判断し、先月 SNS で廃業を宣言しました。あと2年全うしますよタケノコだけで、はい、取引先に迷惑がかからないようあと2年現役を続けると決めた笠岡さん、最後まで全力で最高の味を追い求めたいと話しています。